ガリラヤ公タンクレードは第1回十字軍における重要人物の一人。十字軍の遠征に参加した南タリアのノルマン人諸公の一人で、後にはアンティオキア公国の摂政やガリラヤ公国の公にもなり、レバントに成立した十字軍国家の初期の重要人物となった。タンクレードは全領港オ,オートビルのエマの間に生まれた。 弟に、グリエルモがいる。エマは、南イタリアを征服し、オートビル町シチリア王国を創始したロベルトイル、グイスカルドと、その最初の妻アルベラダとの間に生まれた娘である。二人の間には、エマの他に、ターラントコー・ボエモンが生まれている。タンクレードは、ロベルトの孫、ボエモンの甥いにあたる。タルソスを攻める、タンクレード1096年。 タンクレードはおじであるターラントコーボエモン率いる、ノルマン人の軍団と共に、第一回十字軍に参加した。弟のグリエルモも彼と共に参加している。コンスタンティノープルに到着したボエモンとタンクレードは、東ローマ帝国皇帝アレクシオス一世、コムネノスから圧迫を受ける。東ローマ帝国にとって、南イタリアやシチリア島を奪ったノルマン朝は、 宿敵であり、アレクシオス一世は、ノルマン人の参加に警戒感を隠していなかった。アレクシオス一世は十字軍の指導者たちに対し、アナトリアやレバントで征服した土地をすべて東ローマに、返す誓いを立てるよう圧力をかけた。他の指導者たちは誓いを守らないつもりで宣誓を行ったが、タンクレードはこれを拒み、後に、ニカヤで皇帝に会った際、 ボエモンに今められて、ようやく宣誓を行った。タンクレードは1097年5月のニカヤ、抗議戦に参加したが、アレクシオス一世の部隊が、ニカヤのルームセル獣区長兵士やギリシア人市民らと、密かに通じ、ニカヤ氏を十字軍ではなく東ローマ帝国に降伏させた。この出来事で、タンクレードは、東ローマ帝国を信用できないと考えるようになる。 1 9 9 7年後半、タンクレードラ一部の十字軍騎士は、東ローマ軍に案内されて小アジアを進む十字軍本体とは、分かれて別行動をとり、タルソスほか、キリキアの平信の都市を征服しながら、東へ進んだ。タンクレードラは1 9 9 7年10月から翌1 9 9 8年6月まで、かかったアンティオキア後為戦でも活躍した。行為戦終了後、 ボエモンは、アンティオキアの領有を主張し、同地に残留して、アンティオキア公国を成立させる。1099年、聖地へ進むタンクレードは、レバノンの町アルカやパレスチナの町、ベツレヘムを落とした。7月には、エルサレム後遺戦の末、十字軍は、ファーティマ朝が守る聖徒エルサレムを陥落させた。タンクレードとベアルーン死者クガストン4世は共に、 エルサレム市内一番乗りを主張している。エルサレム陥落の際、タンクレードは、神殿の丘の占領を宣言し、モスクの屋根に逃れた、ムスリムなどの市民らの安全を保障するため、持っていた旗を彼らに渡した。しかし結局彼らも十字軍による、市内略奪の際に虐殺されることになる。ゲスタ・フランコルムによれば、これを知ったタンクレードは、非常に怒ったという。 十字軍兵士らが巡礼を済ませて次々と故郷へと戻る中、タンクレードは聖地に残り、エルサレム王国が成立するとその風神であるガリラヤ公国の公爵となった。タンクレードとボエモンの十字軍での戦い1100年、アンティオキア公の地位に収まっていたボエモンは、北方への遠征の際、メリテネでトゥルク系国家ダニシュメンド朝とのメリテネの戦いに敗れ捕虜となった。 ボエモン一世の老いであるタンクレードは、アンティオキアに赴き、アンティオキア公国の摂政として、ルスを守ることになる。タンクレードは、セルジューク朝系の政権や、東ローマ帝国から、キリキアやアレッポなどの領土を奪い、アンティオキア公国の領土を拡大させた。東ローマ帝国皇帝アレクシオス一世は、アンティオキア公国の、これ以上の拡大を防いでタンクレードを、 自分の管理下に置くべく、アンティオキアの北では、ダニッシュメンド町と結び、アンティオキアの南では十字軍国家のトリポリ白国の成立を助けるなど、十年以上にわたり圧迫を行った。しかし結局、タンクレードはその後も東ローマ帝国に従うことは、なかった。1103年に、ボエモン一世が釈放されるとタンクレードは、実権を失う。1104年、 十字軍国家、エデッサ博国のボードワン2世及び、アンティオキア公国のボエモン1世は共同で、ユーフラテス側の東方へ遠征するが、ハダーンの戦いでもするなどの、セルジューク長系政権に大敗した。これを機会と見た、アレクシオス1世は、アンティオキア公国に攻撃を行い、地中海側のラタキア港を回復し、アルメニア人らの助力も得て、キリキアを取り戻した。 東では、アレッポのシリアセルジューク朝系の君主、リドワーンが勢力を回復し、シリア内陸部をアンティオキア公国から奪還していった。四方から圧迫される状況に失望した、ボエモン一世は助けを求めるために、南タリアに帰ってしまい、タンクレードは、再び摂生となった。また、エデッサ博のボードワン二世が、ハッラーンの戦いで捕虜となったため、タンクレードは、 エデッサ白国の摂政も兼任することになった。1105年には、アレッポのリドワーンと戦い、オロンテス・カワイ島の領土をアレッポから奪い返した。ボードワン・ニ世セイは1107年に釈放され、タンクレードは、エデッサ白国の実権を取り戻そうとする、ボードワン・ニ世セイとの争いに敗れて、アンティオキアに戻った。タンクレードは、ラタキアを再び奪い、アンティオキア公国を、 シリアズイーチの強国とした。クラックでシュバリエやがて、フランク人とムスリムは共通の敵に対して、時と場合に応じて手を結ぶようになる。1108年、ムンキズ家が支配するシリア中部のシャイザル城での戦いでは、タンクレードは、贈り物の馬を得て、兵を引き上げている。シャイザル側の使者であったシジヌサマイブンムンキズユージマ、イブンモンキーの記録では、馬を連れてきた。 クルド人の若者の美貌を称え、後に彼を捕虜にしたとしても必ず釈放しようと約束する。しかしこのアンティオキアセッションは約束を違え、後に彼を捕虜とした際には閉じ込めて拷問し右目をくり抜いたという。シャイザルはアンティオキア公国とトリポリ白国の中間にあたり、タンクレードはたびたびこの城を囲んだ。1111 11年には、 バグダードのセルジューク長本家がシリアへ遠征軍を送った。途中シャイザルからの救援要請で、セルジューク軍はアレッポからシャイザルに向かったが、タンクレードもエルサレム王国やトリポリ白国、エデッサ白国に支援を要請し、シャイザルで戦った。戦いは両者引き分けに終わり、補給を断たれた十字軍国家側は撤退し、セルジューク朝、 川も一つも町を取り戻さないままバグダードへ退却した。タンクレードはシャイザールの近くに城を建て監視を行わせた。1108年、アレクシオス一世とボエモン一世はマケドニアのデボル川沿いにあったデボルの町でデボル条約を結んだ。ヨーロッパで援軍を探していたボエモン一世は東ローマ帝国の強大さを前についに抵抗をやめることを決意し、 デボル条約で、アレクシオス一世に侵入することを誓い、アンティオキア公国は、東ローマ帝国の風神国家であると約束した。しかしアンティオキアに残っていたタンクレードはこの条約を、拒んだ。この後数十年、アンティオキア公国は、東ローマ帝国からの独立を保ち続けることになる。1110年、タンクレードはホムス政法の峠を抑える要衝である。 クラックでシュバリエを占領した。この城は後にトリポリー白国のさらに西洋派ね騎士団の重要拠点となる。111 11年、ボエモン一世がプーリアで没しカノーザディプーリアに葬られるとタンクレードはプーリアにいるボエモン一世の維持ボエモン二世を立てて殺傷を続けた。タンクレードは1112年にチョーチフスの流行で没した。タンクレードは フランス王フィリップ一世とベルトラード・ドモンフォールとの間の娘セシールと結婚しているが、子供はいなかった。アンティオキアの摂政は、老いにあたる、姉妹アルトルーデとリッカルドディサレルノの子のサレルノハクルジェーロが継いだ。グエルチーノのエルミニアと傷ついた、タンクレディ。1619年、ドーリア・パンフィーリ美術館所蔵。エルミニアは、 解放されたエルサレムに登場するアンティオキアの王女で、架空の人物、ゲスタ・タンクレーディは、年代記作家、カンノ・ラウルが、ラテン語で書いた伝記である。ラウルは、ノルマン人で、十字軍に参加し、ボヘモン一世及びタンクレードの下に仕えた。ニコラプスさんの、タンクレードとエルミニア。1649年、エルミタージュ美術館所蔵、タンクレードは、 16世紀の詩人トルファートタッソの作品、解放されたエルサレムに登場している。タンクレディは、女子史的な英雄として描かれ、二人の架空の人物、異教徒の女性戦士クロリンダとアンタキアの王女、エルミニアに愛されることになる。解放されたエルサレムは、後に、多くの楽曲や、絵画の題材になったが、クラウディオ・モンテベルディは1624年に、 この女ジ誌ジの一部を使い、タンクレディとクロリンダの戦いを作曲した。ありがとうございます。